白浜町。白浜町は、和歌山県西室郡にある町。千葉県などにも存在する白浜という地名特別する、意味で、紀伊半島あるいは旧紀の国、和歌山県の南を意味する南紀を関して、紀白浜と呼ばれることもある。古くは、奈良時代から温泉地として有名である。和歌山県南西部の太平洋岸に位置する。北側は2カ所に分かれて、 田辺市と境を接し、間に挟まれるように西室郡上富田町がある。南側は西室郡須佐美町がある。町の東部はわずかに東室郡小佐川町と隣接する。観光業と農業、水産業が経済を支えている。夏の海では小さな熱帯魚と共に泳ぐこともできるほか、沖合に黒潮が流れているという恩恵もあり、一年を通じて、 温暖な気候で知られる。南紀白浜温泉、白浜温泉や椿温泉、古くから白浜温泉の奥座敷として知られるなど温泉が多く湧き出し、旧引川町内にもある、年間を通じて近畿を中心に観光客が訪れる。南紀白浜空港が所在し、近年は台湾などからのチャーター便が直行している。 白与浜などの海水浴場付近を中心に、リゾート施設ほか企業、各種団体などの別荘や保養所が多数集まっている。また、世界遺産にも登録された熊野古道の大ヘジルートが2本、富田坂、仏坂通っており、こちらも観光の対象となっている。なお、白浜町には全国でも珍しい大技がない住所がある。これは、 白浜町の中心部に存在し、役場、温泉街などの旧瀬戸縁山村地区にある。この場合の住所は、白浜町番地である。白浜町役場の住所の項を参照。現町長は、伊か誠。と。2012年、平成24年5月14日から2016年、平成28年5月13日までが任期である。町議会の定数は16である。 2010年、平成22年の町長選は3月7日に、出直し選挙が行われて、現職の町長、当時が再選されたが、公職選挙法259条の2の規定によって、前回の町長選挙から2週間余りしか経たない、同年3月2日に、再び人気満了の選挙が行われて新人が町長に当選し、半月の間に2度も、 町長選挙が実施されるという異例の事態が発生した。厳しい財政状況の中、選挙に税金が使われることに、町民からは批判の声もあった。なお、口述するアメリカ合衆国ハワイ州との提携関係があることから、下記は南国ムードを演出する目的もあり、主要交通機関や自治体、観光業などの職員らの制服の多くが、アロハシャツとなる、おおむね。 6月初頭から9月末まで。2011年、平成23年12月5日、水本雄造町長と熊崎里氏寺副町長が精神的苦痛を受けたなどとして、ゴミ焼却場の使用期間延長交渉の当時の担当課長と副課長、区との協議に立ち会った町議会議長、区長、 副区長ら6人を相手に医者料を求める訴訟を和歌山地裁田辺支部に起こしていたことが分かった。2012年、平成24年3月23日、辞意を表明していた水本雄三町長が町議会の西尾智明議長に辞表を提出した。その後開かれた町議会定例会で報告され、全会一致で同意された。隣接する田辺市の経済圏である。 町の主要な産業は観光業である。町内には多くの温泉が流出することもあり、多数のホテルが林立している。サラサラとした白い砂が特徴的な白与浜、白良浜、海水浴場は夏になると近畿一円から海水浴客が訪れることでも知られる。隣接する上富田町にまたがってゴルフ場がいくつか存在する。近畿では パンダの飼育で知られている複合型娯楽施設、アドベンチャーワールドのテレビ CM を放映していることもあり、こちらも観光地としての知名度は高い。旧引川町エリアでは、夏は引川流域でのアユ釣り、友釣りが風物詩である。観光業以外では、旧白浜町域では温室による柿栽培、そのうち町南部の富田地区はトウモロコシ栽培が盛んである。 旧引川町域では、梅や茶、川添茶が名産品。また、片田地区などの臨海地区には、漁港もあり、エビ、タイなどが取れる。白浜町は、政府、内閣府や和歌山県、在京大手、企業、三菱地所など、の協力を得て、休暇、バケーションに向いた、行楽地の環境を楽しみつつ、仕事、ワークをする、ワーケーションに対応た。 サテライトオフィスやビジネスパーソンの誘致を行っている。情報技術、IT の普及によって、本社などに出勤しなくても業務ができるテレワークの範囲が広がった上、南紀白浜空港から首都圏を簡単に往復できる立地を活かした。町内のネットワークを相互に結び、外部と接続する出入り口を制限することで、災害やサイバー攻撃に強い構造にしている。 こうしたテレワークの取り組みは、白浜町に近い田辺市内に設置されている、和歌山県立情報交流センタービッグユー、ビッグユーが支援している。州配郵便局、無州配郵便局、郵貯銀行、白浜町内の郵便番号は、以下の通り、2000年、平成12年に、米国ハワイ州ホノルル市のワイキキビーチと、有効姉妹浜、 グッドウィルビーチシティリレーションシップ提携を結ぶ。愛官民国、香川市、2010年、平成22年国勢調査、速報値より、前回調査からの人口増減を見ると、4.00%減の22,697人で、あり、増減率は、県内30市町村中8位。 和歌山県立南紀高等学校の白浜文校と富田文校がかつてあったが、現在は町内に高等学校はない。町内に大学はないが、京都大学の実習施設兼水族館、京都大学フィールド科学教育研究センター、瀬戸臨海実験所水族館がある。また、近畿大学が水産研究所の本部及び白浜実験場や、大学発ベンチャー企業、 アーマリン近代の本社を置いている。近代マグロを含めた養殖魚の研究や商品化では、世界でもトップレベルの実績を残している。特急が停車する中心駅である、西日本旅客鉄道 JR 西日本規制本線白浜駅が町への玄関口であるが、所在地としては、温泉街中心部から約5キロメートルほど離れた、富田地区にある。このため、 白浜半島西部に多い温泉地、ホテルまでの交通手段としては、駅前から発着する路線バス、名工バスタクシーや旅館、ホテルによる送迎車を利用することが一般的である。かつては道路事情があまり良くなく、鉄道が比較的便利であった。大阪まで直通する高速道路の半和自動車道、南北なべ IC から延伸する規制自動車道が、まず、 南紀白浜 IC までの区間が2015年7月12日に開通。さらに白浜町の引川 IC、また、さらに南のすさみ南 IC まで延長されたことにより、鉄道より自動車の方が大阪や和歌山への利便性が高くなった。JR 西日本の特急列車は1日約10往復設定されている。東京国際空港、羽田まで日本航空。 JR にて運行がエンブライル170で1日3往復運行。田辺市や新宮市などにもバスを運行している。高速バスは大阪市、梅田、南馬地区から多数の便があり、京都便も運行されている。横浜、東京方面行きの夜行バスも運行されている。特に大阪便、白浜エクスプレス、大阪号は 往復5,500円と安いことや、南べ IC まで半和道が延長されたことなどにより、利便性が増し、人気を得て増便された。名イバスと西日本 JR バスの共同運行となっている。2015年、平成27年7月12日に、帰省道が南紀田辺 IC から南紀白浜 IC まで延伸されたが、半和道南べ IC 以南は一般道を走行している。 旧引川町行きの名所などに関しては、引川町観光スポットを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。